これが日本人と中国人の大きな違いだ。企業のトップや一流の経済学者、大学の教授が集まる講演会でアメリカ人教授により発された一言。これを聞いていたとある国の教授が反論し、およそ一流とは呼べない混乱を招く一幕がありました。この一言は講演会を飛び出し、 SNS や学生新聞を通じて瞬く間に世界の学生たちの噂の的になりました。冒頭に挙げられた2つの国は日本と中国のことでしたが、反論したのは中国の教授でした。一体何が問題とされ、どのような反論がされたのでしょうか。本日の主役はコロンビアビジネススクールで行動経済学の研究を行うカルロス・アリオ教授。コロンビアビジネススクールといえば M7 と呼ばれるアメリカの私立トップ MBA 校で、2023年ファイナンシャルタイムス誌の MBA ランキングで世界1位を獲得したこともある名門校です。世界中のビジネスが集まるニューヨークマンハッタンに位置し、その授業は実践的かつビジネスの最前線を牽引していると言われています。ビジネススクールとは言ってもニューヨークに本社のある企業とコラボレーションプロジェクトをはじめとし、各界で活躍するゲストを迎えた講演会が有名です。カルロス教授が主催する講演会には学生だけでなく、各企業のトップや経済学の専門家も多く集まり、常に満席だと言われています。行動経済学はかつては評価が低かったものの、時代が追いついたのか、カルロス教授は行動経済学の第一人者とも言われ、今日のビジネスの最前線にいます。そんなカルロス教授が取り上げたのが、東アジアの中国と日本の異なる発展の仕方についてです。その前に、行動経済学とは一体何なのか、前提条件としてざっくりと説明いたします。安物買いの銭失いという言葉があるように、買い物で失敗したという経験は誰しもあるでしょう。また安物ではなくてもついつい無駄遣いをしたという経験はありませんか。実はこれを言語化し説明するのが行動経済学なのです。私たちは日常生活でたくさんの選択や意思決定を迫られることがあります。その時に自身がどのような心理によって意思決定を行っているかを明確化する学問、これまでにあった伝統的な経済学に心理学を取り入れたハイブリッドな学問と言われています。元は心理学者のダニエル・カーネマンとエーモス・トブルスキーが、時に人が無駄遣いをしてしまう行動は経済学の理論では説明がつかないとして実験を行ったのがきっかけなのです。例えば1万円をもらったとして、次の選択肢から次の行動を選びます。 A を選べば 50% の確率でさらに1万がもらえる。 B を選べば絶対に5000円がもらえる。あなたはどちらを選びますか。実験では8割近くの人が B の絶対に5000円がもらえるを選びました。しかし問題を変えてみると不思議なことが起こるのです。今度は手元に2万円を渡され、先ほどと同じように次の選択肢から行動を選びます。 C を選べば 50% の確率で1万円を失う。 D を選べば確実に5000円を失う。あなたはどちらを選びますか。実験ではなんと7割の人が C を選べば 50% の確率で1万円を失うを選びました。計算が得意な人はすでにお分かりでしょう。実は A と C、B と D はギャンブルをするかしないかで、どちらも結果は同じなのです。 A と C は1万円が 50% の確率で2万円になる、 50% の確率で1万円になる。 B と D は確実に1万5000円がもらえる。お金を渡す順番や質問の表現を変えるだけで選択する人の割合がほぼ入れ替わるという不思議な現象が発生しています。これを解明するのが行動経済学なのです。さて、少し頭が冴えたところでカルロス教授の講演会の詳細についてお伝えしたいと思います。東アジアの経済参加人口が未来を描く方法というのが今回問題となった講義内容です。人類の経済の歴史において欠かすことができない爆発的な経済成長はこれまでに何度も起こりました。18世紀のアメリカ産業革命、19世紀のイギリスとスペインの産業革命、
20世紀にはドイツと日本の産業革命、続く21世紀に急速な発展を遂げたのは中国とインドと言えるでしょう。このように世界各地では経済成長が発生し、その国の発展の基盤となっています。これらの国々は様々な角度から見れば違う意見もあることは前提ですが、間違いなく世界のトップに入る先進国に一度はなったと言えるのではないでしょうか。産業革命は一国が世界のリーダーになる大きなきっかけになります。かつての資源を掘り出す、物を作り出す産業革命から現代では形のないもの、クリーンなエネルギー、ネットが中心になってきています。カルロス教授のテーマは、同じ東アジアにありながら全く異なる発展の道を進んだ日本と中国に注目していると言います。西洋諸国から見ると、とかく東アジアの発展国としてくくられる日本と中国ですが、行動経済学的な観点からは全く異なるどころか相反するというのです。比較的日本に好意的な印象を持っているカルロス教授は、日本経済を行動経済学から分析した論文も発表しています。日本は技術と文化を中心に経済を発展させてきた過去があり、特に戦後の1950年代の高度成長期については目を見張るものがあったといいます。1955年に始まった高度成長期の日本各地には1000以上もの炭鉱があり、45万人ほどが働いていました。時を同じくして日本では技術革新が起こりました。自動車産業、電気機械業、化学工業、造船業の会社がこぞって海外から革新的な技術を取り入れ、新しい設備を導入。日本国内も戦後復興からのオリンピック景気、イザナギ景気に沸いていました。しかしながら海外の安価な石炭に置き換わったことにより、縮小の一途をたどる日本の石炭業。ちょうどその頃は主要なエネルギー源が石炭から石油に変わったのです。規模を縮小し、次々に閉鎖していく炭鉱、さらには世界的な石油危機の発生により世界経済は大打撃を受け、日本も狂乱物価といわれる物価の高騰に苦しみました。ですが、家庭内の高い貯蓄率と設備投資促進策がうまくかみ合わさった結果、日本の経済は成長期から安定期へ向かったといいます。当初、日本の決断については経済学的に見れば最善の選択とは言えませんでした。戦争や急激に変わる世界情勢などの変化が次々に起こる中、長期的な目で見て安定させることなど無理に等しいと考えられていたのです。カルロス教授曰く、日本を支えたのは日本人独自の職人気質と共生であると言います。カルロス教授の説く行動経済学は経済学と心理学をハイブリッド化したもの。日本人は社会を営む個人がお互いを支え、会社を支え、社会を支えるべく教育をし、社会生活を成立させていると評価します。また仕事におけるマインドに対しても、職人気質という世界でも稀に見る傾向があると言います。儲ける、儲からないではなく、長期的に見て社会に役立てるものか、未来へつなげていくものかを重点に考えている結果、技術産業の発展につながったとカルロス教授は説きます。日本の成長は単なる偶然の産物ではない。日本人の心理と行動を分析すれば、日本が先進国たるゆえんは明らかだ。問題が発生したのは次の国の話に移った時のことです。90年代より日本同様の経済発展を遂げた中国についての話になりました。中国は安価な労働力と数を武器に経済成長を遂げたものの、教育と技術が追いつかず、それらが欠如した結果、急速な崩壊を迎えているといいます。中国は改革開放以来、外国資本の導入に加え、農村部からの出稼ぎ労働者という安価で豊富な労働力を持っていました。主に製造業を中心とした労働集約型産業において、世界の工場と呼ばれるまでの優位性を獲得しました。しかし、武器であった人口の多さは陰りを見せ、世界の工場としての役割は経済成長に伴い労働力のコストが上昇、発展を支えた外国資本は次々と中国を撤退する結果に。これは技術力と教育不足が経済的衰退を招いたとカルロス教授は評価します。これに異を唱えたのはウェイ・ラング教授、カルロス教授の同僚であり、
中国政府の支援を受けたこともあるエリート中のエリートです。ウェイ教授は、アジアを代表する国は日本ではなくもはや中国であり、中国経済は衰退などしておらず、いずれは世界最高の先進国になるとの主張をします。カルロス教授はこの異論に対し、ウェイ教授にディベートを持ちかけました。多くの受講生が見守る中、2人の主張がぶつかり合います。ウェイ教授は、中国は今も世界の工場であり、電子製品や半導体などの先端技術の発展にも努めていること、これらは中国の主要な輸出品の一つであること、海外資本が撤退した後、中国内の企業が引き継ぐだけの技術力があり、それどころか日本やアメリカなどに比べて比較的安価に製造ができること、もはや世界は中国なしでは成立しないと言わんばかりです。カルロス教授はウェイ教授の反論に対し、中国が現在先端技術で世界の工場としての役割を果たしているということを認めました。しかし、カルロス教授は中国の最先端技術の発展元となった技術がどこで生まれたのかが問題であるとしています。外国資本の技術者を高額な報酬で引き抜き、さらには技術そのものすら中国に提供されていると指摘。中国の先端技術による急激な発展は、中国産自動車、家電製品、スマートフォンを生み出しました。日本でも中国製の家電製品やスマートフォンは近年見かけるようになりましたよね。カルロス教授は技術面の開発に関してはさておき、中国産の電子製品、家電製品が世界中に輸出されていることも事実であるとしました。しかし、行動経済学の観点から中国の技術力を安価に提供できるということは大変懸念すべき問題点としています。アメリカのアップル社の iPhone が$799からという価格に対し、中国産スマホは数十ドルからという価格、同じアップル社の AirPods にしても$200からという価格に対し、中国産の Bluetooth イヤホンは10ドル程度で購入可能です。なぜこのような商売が成り立つのでしょうか。ウェイ教授のような中国のエリートたちは、海外の会社に就職し、その企業の技術を奪っていくからだとカルロス教授は言います。そこで手に入れた革新技術をチベットのような地域で強制労働によって製造し、労働力の搾取を行っている。そうして完成した10ドルにも満たないイヤホンを輸出しているのです。中国政府はこのような企業に対して多額の補助金を支給し、世界中に中国製のスマートフォン、Bluetooth イヤホンをばらまいたとカルロス教授は言います。中国産の商品の裏にあるのは、技術の略奪、労働力の搾取、そして政府による補助金なのです。カルロス教授の発言に対し、会場はどよめきました。すると一人の観客から質問が上がりました。そのように補助金を出し続けて世界に輸出したとして、中国には何の得があるのでしょうか。それにこそ行動経済学的視点が問題を浮上させるとカルロス教授は言います。格安の電子機器を扱うメーカーはいくつかあり、中国国内でも次々に誕生します。開発費がかかっていないものですから、いくらでも安くできるため、中国国内でも価格競争が過熱し、最後の一人になるまで競争が続くのです。中国には日本のような強制という意識は存在しません。中国企業にあるのは競争だけで、競争に勝ち残った最後の一人が下がりに下がった価格を今度は上げ、さらには市場を独占するのです。独占形態の企業が出来上がってしまい、市場を握れるのは競争により最後に残った一人だけ。これが中国式の経済の回し方で、世界に格安スマホやイヤホンのメーカーが輸出されては消え、使い捨てられていくのを私たちは何度も見ています。価格が高い iPhone の普及率は日本だけが 50% を超えていて、世界的に見ても異常ともいえる数字を出しています。これが何を意味するか考えてみてほしい。このような経済の回し方が果たして世界のため、未来のためになっているだろうか。すかさずウェイ教授が手を挙げます。中国企業が独占しているのは、市場に魅力的な価値を提供できているから、価格もその中に含まれるはずで、安易に独占しているわけではないという主張です。続いて、日本の任天堂、ポケモン、トヨタなども事実上独占しているようなもので、中国企業だけが市場を独占しているわけではないと言います。
日本産は価格も高いものが多く、消費者が手軽に手を出せないが、中国産は末端消費者にまで届けられるのが良い点であるという考えのようです。カルロス教授はすぐに答えます。今挙げられたどの日本企業も競争をして独占を勝ち取ったわけではないこと、独自の魅力ある商品を市場に出し消費者が好んで購入していること、何よりも各企業が利益だけを追求しているのではなく、日本人らしい職人気質から誕生したもので、消費者に価格に見合った価値を提供し、消費者も納得の上で購入していること、高い価格についても価格の操作をしているのではなく、そこに至るまでの開発費もあること、日本企業はあくまでも市場との共生をしているのです。会場では拍手が湧き上がり、カルロス教授への称賛が明らかになりました。白熱したディベートは幕を閉じ、カルロス劇場の話は瞬く間に広がり、行動経済学の何たるかを示しました。私たちが忘れてしまった日本人の何たるかをアメリカの教授が思い出させてくれた、そんな印象を持ちました。しかし残念ながら日本が優れているというわけではありません。ウェイ教授が言うように、中国の最先端技術の発展は目を見張るものがあります。1980年代後半、日本の半導体は世界1位のシェアを誇っていました。現在はシェアが 10% 程度まで落ち込み、半導体を生産する技術もないと言われています。一部ではアメリカの圧力により日本の半導体のシェアが凋落したという見方もありますが、それも日本の選択した行動の結果なのでしょう。アメリカでは半導体政策を経済的側面からだけでなく、安全保障と密接に関わるものとして捉えていて、米中対立が激化する中で注目が集まっています。2021年、世界中で半導体不足の状況が発生しました。日本でも大きく報道されていましたから、ご存知の方もいるでしょう。現在世界の半導体受託製造分野の 65% は台湾が占めていて、日本は台湾積体電路製造 TSMC を莫大な金額をかけて誘致しました。一部では台湾有事に備えているとの見方もありますが、日本にとっては再び返り咲くための起爆剤としての役割を持つかもしれません。また日本がトップに躍り出る日は来るのでしょうか。過去の栄光からすっかり凋落してしまった日本ですが、有名ビジネススクールの教授から見た日本の評価は意外と高いようです。高く評価されたことにおごらず、日本人らしさを大切にしながら今後も世界と関わっていけると良いですね。今後も海外の反応をお届けしていきますので、気になった方はチャンネル登録、日本に生まれてよかったと思う方は高評価をよろしくお願いします。それでは次の動画をお楽しみに。